真ん中に怖いという電車の中に広告を出してみませんか。ミノチャンネルザ・話し方個人会。セミナーにお申し込みいただいた方からのコメントをいただいています、ありがとうございます。最近役職が上がり人前で話すことが増えました、今までそういった機会はほとんどなかったので、どのように話せばいいのかよく分かりません、上司からはメンバーのモチベーションを高めてほしいと言われています。アドバイスをいただけると幸いです。ありがとうございます。役職が上がって研修したりとかですよね、多分ね。あとメンバーに説明をしたりとか、さらにモチベーションを上げてくれた前というオーダーをいただいてるとしびれますね、でもあんまりあれですよね、慣れてないのでこれからちょっと人前で話していくの慣れていきたいですってことですよね。今日はですね、リーダーがどういうお話をするとメンバーの方のモチベーションを高められるか、ワクワクしてもらえるか、インスパイアしていくしていけるかっていう話し方のモデルを一つご紹介しますね。よく能力開発の世界でも何々こうモデルとか何々理論とか展開されることってあるじゃないですか。でも意外とこの講師の方が何々理論ですよってこう説明してることがですね、普段自身ではほとんど使ったことなかったりとか、現場で活用できなかったりとか、ソーシャル理論、こういう風に人間を分けて、こういう人にはこういう話し方、こういう人にはこういう話し方してくださいねって言うんですけど、普段誰もやってなかったりとか、一般相対性理論とはですね、なんて、それいつ使うんですかみたいなことあったりするわけです。で、何が言いたいかというと、今日お伝えするこうメンバーをインスパイアしていく話し方っていうのは、実際我々講師も会社の中でもメンバーの方でも、実際しっかり使ってる理論です。とっても有名なので、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひこういった話し方をするとモチベーションが高められますよという具体的なモデルを一つご紹介しますので、お付き合いいただければと思います。さあ、人を動かす話し方、これは何の理論を共通するかという理論なんですよね。ゴールデンサークルとは何かというと、真ん中にホワイというメッセージがあります。そしてその次にハウというメッセージがあります。そしてホワットというメッセージがあります。このホワイ、ハウ、ホワット、これをゴールデンサークルというわけです。何がこれ出所になってるかというと、テッドってご存知ですかね。18分でプレゼンをするってアメリカの番組ですよね。ビル・ゲイツとかビル・クリントンさんとか、もういろんな有名な方がこうプレゼンをしてるんですが、その中でサイモン・シネックという方がゴールデンサークルっていう今日お話しする理論をお伝えしたんです。人を鼓舞していくにはホワイ、ハウ、ホワットのサークルの流れでお話しするとめちゃめちゃ盛り上がってきますよというリーダーの話し方っていうことなんですよね。で、このゴールデンサークルっていうのは、テッドでカンファレンスで行われた講義で、世界で最もダウンロードされたうちの一つってね、最もダウンロードされたうちの一つってどういうことだみたいな話で書いてあったんですけど、でもそのぐらいめちゃめちゃダウンロードされたってことですよね。だから有名なんですよ。聞いたことある方は、あ、復習だなと思って聞いてみてください。で、初めて聞く方は、あ、そういう流れで話せばいいのかっていうのを理解いただければいいと思います。じゃあ実際どういうことかというと、多くの方は、これ悪いね、ホワット、ハロ、ホワイ、この順番で話しちゃってますよ。これでは人はインスパイアされませんということなんです。これ悪い意味の方が、例えば平山さん以前広告の営業やられてましたよね、はい、ってことはホワット何を扱ってるか、まず広告ですよね。じゃあどのように電車のつり革広告、なぜ広く見られるから、こういう順番で話したとするじゃないですか。何を私広告を扱ってましてですね、どのように、まあ、長釣り広告を扱ってるんですけども、なぜ、いや、あれいっぱい多くの方に見られるんで、だから広告出していただけませんか。この会話あんまりしびれないですよね。そうです、ちゃんとうまく説明できたかもしれないけど、盛り上がりは欠けますよね。じゃあこれ逆なんだとサイモン・シネックが言うわけです。怖いから始めようと、でハウに行ってホワッと逆転させるってことですね。じゃあどういうことかというと、じゃあまずなぜから入るわけです。いや、御社のようなね、これ素晴らしい製品、これね、ほんと広くいろんな方に見ていただきたいと僕は思ってるんですよ。まず進める理由ですね。なぜ、じゃあどのように人が目につくってどこかっていうか、いろんなものあるんですが、やっぱりね、一番チラチラ見るのはね、電車の中なんです。意外とあれ見られてるんです。これどのように、だから何、電車の中に広告を出してみませんかという点なんです。で、順番をちょっと変えるだけですけど、なぜが最初にドンと入ってくると、なんかやる気を感じません。なんかなぜっていうのは理由じゃないですか。で、理由っていうのは動機ですよね。動機づけとはモチベーション最初にモチベーションが、理由ってなぜっていうのは、ここでエネルギーが蓄電されてるんですよね。なんで私が今からこれを説明するかというと、こういう理由があるんですよ。ゴールデンサークルっていうのは、ホワイから始め、ハウ、そして最後にホワット、何を提供してるかっていう順番でお話をしてくださいっていうことなんです。サイモン・シネックのね、ホワイから始めようって本が出てるんですよ。これもう僕たま見ましたけれどもね、すごいいい本なのでぜひ見ていただきたいと思うんですけども、
これをあのゴールデンサークルで、ね、自社のプレゼンとか提案とか、あとメンバーに自社の事業の素晴らしさを伝えるなんていう時も、やっぱりホワイから始めましょうってことですよ。だから例えばですけれども、当スクールっていうのは伝わる話し方をやってますよね。いろいろ講座とか研修とかセミナーやってる。これをじゃあダメなパターン、ホワットからいくと、え、何を伝わる話し方をどのようにセミナーで、なぜかというと苦手な人が多いから、こうなりますよね。でもホワイから始めなきゃいけない、そういう時はどういうふうに話すかってことですよ。まずホワイからですから、世の中には能力が本当にあって素晴らしい人柄にもかかわらず、ちょっと話すのが苦手ということだけで、イコール自分はコミュニケーション能力がないんだと思い込んでる人が山ほどいらっしゃる。でも本当に能力があって、才能もあって、やりたいことも明確で、ちょっと一押しがあれば素敵なのにもかかわらず、一歩前に進む勇気が出ないっていう方がもう何百人もいらっしゃる。でもこれを僕は何とかしたいんです。これなぜですよね。でどのように、やっぱりね、セミナーみたいな感じで、あのいろいろ選べて気軽にポンと参加できて、で1回3000円くらいだとなんか簡単に参加できるじゃないですか。しかもセミナーって同じ悩みの方が集まってらっしゃるりするので、意気投合もしやすいと。だからセミナーに参加するっていうのはすごくいいと思うんですよ。じゃあ何を提供するかといえば、そこでコミュニケーションの中でもやっぱり伝わる話し方、やっぱり思ってることをしっかり相手に届けていくと、これを学んでいただきたいと思っているんですよ、というような話し方になるってことですね。伝わる話し方やってます、セミナーです、なぜかというと苦手な人が多いからですっていうよりも、なぜか入ったからほらエネルギーが爆発すると思うんですよ。まあ、これがゴールデンサークルという流れなんです。ぜひ自社の商品を説明するとき、なんでこの商品を今展開してるのか、そしてそれはどのように展開するのか、そして今商品としては何を展開するのかっていう順番で立て付けを作ってみて、話を練習してみていただきたい。あとメンバーの方は何かね、教育するとか研修するとかあるじゃないですか。研修するときも、なんで今からこの研修するのか、営業のロールプレイングでも何でもいいんですよ。じゃあ名刺交換から始めるぞ、じゃあ何もじゃなくて、なんでこの研修をするかというとねっていう、このエネルギーからね、伝導していただきたいと思ってます。実際流れはまあ分かるけど、プレゼンやってるとうまくいかないなってこともいっぱいあると思う。もう実践に勝るものはないと思うので、ぜひ概要欄見ていただいて、弊社の開催してるセミナーチェックしてみてください。月に150本セミナーがありますので、こういったメンバーへの伝え方とか、体系的に整理する方法とか、それで人前での話し方、いろんなものがございます。ぜひクリックして見てみてください。またチャンネル登録をしていただけると、これからも一緒に動画をお届けすることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてコメントもどしどし皆さんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。じゃあ